パンドーラのお城です。
15年前に帝国との間で一度大きな戦争があったんだ。知ってる？世界のどこかにマナの木っていう大きな木があるんだって。前の部屋で大臣エルマー様のお嬢様がお見合いをしてるんですって。パパのバカ、自分のことは自分で決めるわ。ちょっとどいてよ。困った娘だ。困りますな、エルマン殿。一体どういうおつもりなんですから？今回の話はなかったことにしてもらいますぞ。全くけしからん。困った娘だ。幼い頃に母を亡くし、男で一つで育てたせいか、わがままになってしまった。母がいないため、ずっとつらかっただろうから、結婚するときは楽をさせてやりたい。そう思って、貴族の家と縁談を進めてきたのに、兵士なんぞに惚れおって。ダンディ、お前もこの国の様子を見てきただろう。魔女エリニースが何のためかは分からぬが、町の人々の生気を抜いているようだ。魔女に生気を抜かれた人々は町の南の遺跡に出入りしているようだ。私は遺跡に潜入し調べてみようと思う。お前はガイアのへそへ急げ。困ったことじゃ。いつ帝国が動き出すかわからぬのに、民も兵士も抜け殻のようじゃ。エルマンの勧めで魔女の討伐隊を派遣したが、全滅してしまったようじゃ。そう、村を追い出されたの。でもこの国も今ではこんな状態。あなたもすぐに立ち去った方がよろしいでしょう。南の古代遺跡には悪魔が住んでるって。この国ももうおしまいだ。魔女に呪われている。
また妙なところで会いますにゃ。何かと物入りでしょう。特別出張サービス、セーブもするよ。他にご用は？またお越しください。にゃひ、こりゃまた特別出張サービス。Yeah.
お、ちょっとその剣見せて。おっしゃー、こりゃひどい。放っておくと折れちゃうぞ。俺様はワッツ名鍛冶屋さん、百六で鍛え直すぞ。よし、ちょっと待ってろ。ほれ、鍛え直したよ。こんな名刀見たことねえや。さて、つかせとくのはもったいねえ。見てるだけでうずうずするぜ。いつかは俺もそんな剣を作ってみてえもんだ。おろ、どうしたことだ。俺のハンマーが光り出したぞ。それが聖剣。たまげた。聖剣の力がハンマーにも宿ったのかも。よし、試しに斧でも作ってみるか。後でまた来てくれよ。いらっしゃいませ。おや。他にお用、またお越しください。いらっしゃいませ。他にご用、またお越しください。一泊15ルク。ボブたちについていったせいでこんなことになっちゃうなんて。剣を引っこ抜いて使ってたら、それが聖剣だったなんて。村長に怒られるどころか村から追い出されちゃうし。なあ、僕は悲劇の主人公になってしまったんだ。お主なら大丈夫じゃ。ルカ様、一体どこに。わしはいつだってお主を見守っておるぞ。ルカ様が見守ってくれてる。そうじゃ。それに聖剣はお主を選んだのじゃ。その事実を信じて進めばよい。聖剣に選ばれた。それって僕が聖剣の勇者ってこと。まあそうかもしれん。それって
ちょっとかっこいいかも。ん？そうとなったら、こんなサビサビの剣じゃ示しがつかないもんな。明日はドワーフの村へ急ぐぞ。元気が出たのなら何よりじゃ。冗談ですよ、ルカ様。けど、ルカ様が見守ってくれるって思ったら、頑張れそうな気がしてきました。期待しておるぞ、ランディー。